はい、今回 MF ゴーストセカンドシーズン第3弾 PV が公開されましたので、そこについて触れていこうかなと思います。今回この車のドライビングだったりとか、もしくはセリフだったりとか、新キャラクターというところでね出てきたんですけれども、非常にこうワクワクするような内容となっていて、これはシーズン1初代の MF ゴーストのアニメを超えてくるんではないかなというね、そういう片鱗を見せた PV だったかなと思います。まあ、細かい部分見ていくと、この MF ゴーストのセカンドシーズン芦ノ湖 GT の方が本当に素晴らしい回となると思うんで、それについて触れていこうと思います。ぜひ皆さんのこちら PV 見ての感想だったりとか、気づいた点だったりとか、ここすごかったようなのであればね、コメントで教えてください。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考及び励みになっております。では早速本題に入っていきましょう。まず冒頭芦ノ湖 GT となっているんですが、もうすでに本戦の様子からスタートしていきます。今回ね、前回の PV の最後にもあった通り、雨というキーワードがあったので、このかなり天候が悪い中での芦ノ湖 GT となっています。まあ、MF ゴースト史上でも結構荒れるこうレースとなってくるんですけれども、それが一番面白くて、これを映像で見れるっていうだけでもかなりテンションが上がるんですが、まあ、カットを振り返っていこうと思います。まず冒頭、重野修一先生の原作というところでも、みんなこう一列に並んでいて、バスも描かれていたりとか、 MFG のテントだったりとか、まあ、細かいところが描かれていくのがすごいいいなと思います。で、前回の PV でもあった雨の中で MFG エンジェルスが去っていく姿も描かれていて、で、芦ノ湖スカイラインということで、その絵も描かれています。その中レースで突入していくんですけれども、もう雨が降っているシーン、この薄暗いシーンですよね。これやっぱ MF ゴーストで基本的に日中やるレースとなっているんですけれども、この暗いからこそのなんかこうイニシャル D を感じるような、やっぱちょっと暗い方がいいなというのが個人的な感想です。12号車ミハイル・ベッケンバウアーと沢渡幸喜がマッチアップしている姿だったりとか、レースが語られていくんですが、冒頭ですね、これもうすでにここで登場するんだなと思ってたのが、この第2戦の解説となっています。これ池田隆二となっているんですけれども、もちろんイニシャル D で登場したキャラクターとなっています。プロジェクト D 戦の時にね、チームスパイラルとの戦いで高橋圭介が戦った人物となっていて、現在 MF ゴーストに登場してくるのはほぼ確定していたんですけれども、前回のクレジットの方にね名前がなかったんで、これどうなるのかなと思っていたんですが、もうこの雨だったりとか天候が悪い、もしくは霧だったりとか、まあ、今回火山灰というところもあるので、その辺にトータルしてもこのキャラクターが出ないと間違いなかったので登場しています。まあ、この姿見ていただければ分かると思うんですけれども、まあ、大きくは変わってないですよね。ちょっとシワが増えたかなという感じだったりとか、ジャケットを着ているあたりとかもこの触手としてもね描かれているんではないかなと思います。前回は閃光臭いと言われていたりとか、 Z33 乗って読者視聴者の中ではいじられキャラとなっていたんですけれども、今回頭もちゃんと丸坊主になっていて、まあ、そういうところも解釈一致かなと思います。あ、老けたなという感じです。これだけでもちょっとイニシャル D 好きからしてもファンとしては嬉しいですね。ちなみにこっちも豆知識なんですけれども、田中の顔出ていますよね、実況の。この実況の田中っていうのは実はね、原作ではずっと出てこなかったんですが、最近原作でも登場してきていて、これアニメからの逆輸入という形となっています。こういうところもいいですよね。実際レースも繰り広げられていくんですけれども、もちろん今回雨の描写凄まじかったですね。まあ、これまでイニシャル D シリーズを含め、もしくは新劇場版と同じ制作会社がやってるんですけれども、雨の描写が本当水滴一つについてもカメラ越しでこう伝わってくるような弾け方をしていました。もう本当に作画としてはシーズン1を超えてくるのは、この描写に一気に期待度は上がったんではないかなと思います。雨の中、もう白いもやの中進んでいくカメ15たちが描かれていくんですけれども、まあ、ヘッドライトが点灯していたりとか、まあ、滑る様子っていうのも描かれていきます。そしてセリフとしても、先ほど登場した池田隆二が普段のレースとは比べ物にならないほど大きなプレッシャーと戦っているはずですとコメントしています。これを聞くだけでも声優さんも今回ね続投となっていて、これ変わらなくてよかったなという感じです。その後も北原のぞみが登場してきたりとか、まあのぞみこういうの大好きということで、横に滑らせながら雨を利用していく姿も描かれています。まあ、この辺も行動最速理論とつながっていると考えると非常にいいですね。で、スピンする姿だったりとか、本当にあれにあれるこう接触も多いのがこの芦ノ湖 GT となってくるんですが、それが断片的に語られていきます。まあ、ちょっと一点気になった点としては、作画という部分ですね、キャラクターの部分なんですけれども、まあ、片桐カナダだったりとか、もしくは相葉俊ってところ若干ちょっと違和感はあったんですけれども、まあ、それで非常に良かったかなというところです。まあ、尾形もちゃんと登場してきていて、尾形もヒロインプレも抜群だったんですけれども、で、あとカメラアングルというところもそうですね、結構 GTR の足元から見たりとか、雨の描写を描きながらということで、より臨場感も出ていたのも非常に伝わってきたかなと思います。まあ、タイヤが回転しながら雨を弾く様子だったりとか、本当細部までこだわられていて、本当にこれ普通にアニメを見る分としては別に違和感はないと思うんですが、おそらく車において、まあ、エンジン音とかもちろんそうですけれども、それに加えて雨の中でどういう弾き方をするのか、この辺についても細かく描かれているんではないかなと思います。これは今度イニシャル D、 MF ゴースト並び、もしくは車好きとしても非常に細かいところ描かれているんではないかなと思います。で、大石がすごい滑る様子だったりとかもありましたし、で、手元のクラッチだったりとか、そういう細かい描写も今回も細かくアニメーションで挟まれていました。で、足の子全体を映す
す描写だったりとか、まあ、片桐からのこの戦いが描かれていくんですけれども、で今回石神風神とかもねこう接触しながら回転しそうになっていたりとか、赤羽海斗が横に弾こうとしていたりとか、もう本当これまでのファーストシーズンからはおとなしかったんですけれども、どんどん車が危険な領域へ突入していく、その様子が描かれていきます。あと最初スタートしてから隊列をなしているシーンもあるんですけれども、ちゃんと水しぶきの様子っていうのも後ろにこう飛び散っていて見えなくなっている、この描写っていうのも非常に細かく描かれていたかなというところです。であとワイパーとかですね、これもちろんこれは原作だと分かりにくいんですけども、アニメでもちゃんとワイパーがフル回転していたりとか、そういう細かい描写もちゃんと導入されています。で片桐かなたといえば石原匠の弟子ということで、雨を得意とするのはもう言わずと知れていると思うんですが、この部分が存分に描かれていて、 MFG がこんなに楽しいなんて体験しているまで想像もできなかったというね、かなたのセリフも投入されています。めちゃくちゃ楽しみですね。もちろんセブンティーンということで沢渡幸輝の彼女もね映っていたりとか、まあ、リーダーズボードだったりとかです。そして相葉俊のこのセリフもすごい取り柄が立ったんですけれども、人生で見たことないような天才ドライバーと俺はバトルしてみたいということで描かれていきます。まあ、終始この雨の中の戦いというところが描かれていくんですけれども、本当に車の動きだったりとか作画に関しても一気をはるかに凌駕しているかなというところです。で最後の最後はね、片桐からが楽しみながら坂本のアウディと競っているシーンが描かれていて、まあ、この辺も見れるんだなと思うと本当興奮しますよね。で最後キャスト勢とかも発表しているんですけども、今回ねこれ制作陣営スタッフというところはほぼ変わりないんですが、まあ、キャストのところですね、もちろん池田龍二、中井和也さんが担当していたりとか、もしくはこの3人組もちゃんと登場しているので、ここまで行くんではないかなというところです。で小頭海とかも登場してきているので、これもしかしたらちょっと違う形でというか挿入という形で登場してくるんではないかなというのも予想できるかなというところです。でナレーションも今回三木慎一郎さんがやってくれるということで、まあ、藤原匠が解説してくれるという感じですね。で放送日程10月6日から放送となっているんですけども、プライムビデオとかで先行配信があるので、まあ、皆さんでも簡単に見れるんではないかなというところです。以上が MF 放送第3弾 PV となっているんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、カットごとに振り合って見ていたんですけれども、本当どの描写も素晴らしくて、第2戦は本当白熱すると思いますし、まあ、池田龍二がここでねポッと出てきた、前回小頭海というのはために貯めて小頭出てきたぞって感じだったんですけれども、あえて池田龍二は PV で登場してきたことからも、まあ、これまたこれプロジェクト D とか見直したいなとか、新上涼介の VS シーンというのを見たくなるなというところで、本当これ後継作としてアニメーションとして進化しているなというところです。ぜひ皆さん PV 3弾見られての感想だったりとか、ここも良かったのであればねコメントで教えてください。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。